海見えてるけどえぐいぞ青さ。すごい、これはマジ絶景やんな。え、参考映像かっていうぐらいすげえ綺麗なんだけど。3日目にして沖縄の海、魚いるよ。魚いるね、めっちゃいるよ。ですね、ちょっと今潮が引いてて沖に行く波が激しいんで別のところ移動します。ちょっと危ないわこれ。ということで移動してまいりました。なんかさっきのとこね、ちょっとね波がめちゃめちゃ激しくて体を沖に持ってかれそうな恐怖感があったんで、パチャビーチっていうちょっとね内側の静かなところに行きました。あ、それは安心、安全。おーあれハマってますね。どうしたっけそれ。3、2、1、GO! そのまま海で洗ってこい。いけー、やばいよー、雨えぐー、ゲリラ、化粧してる、ちょっとやばい。ゆっくり気をつけながら向かいたいと思います。そうだよ、ゲリラ豪雨すぎる、何も見えねえ。はい、ということでパン屋さん到着しました。これが食べたかったの。じゃーん、ミニクロワッサン45円、めちゃめちゃいい匂いする。ちょっと匂い嗅いでみ、うんね、美味しそう。じゃあいただきます。なんかザラメみたいのついててカリカリ、バターの香りもえぐいほどいい。うわ、美味しい。待って、美味しい。すんごい滑らかだし、クリームチーズの甘みと、これ何？キャラメルみたいな、何なのね、これ上の焦げてる部分か。香ばしさがめちゃめちゃ美味しいよ。しかもアイスになってるから凍ってんのね、半氷みたいな。めっちゃうまい。しょー。ということで、お久しぶりにインブルーにやってまいりました。しっかりご紹介させて。ありがとう。求人募集してますので、詳しくは。ゆいさんのお友達がこう店長さんです。お待たせいたしました。ありがとうございます。顔にモザイクはいらないです。いらない、かしこまりました。ありがとう、ありがとう。アイスいただきます。これ、うん、これうん、なんつうの、カカオうまね、超美味しい、美味しい。おー、ありがとう、ありがとうございます。チョコ、いただきます。サブリック、うまっ。お久しぶりです。元気ですか。元気でした。食べたことある？いや、一回だけ美味しかったです。はい。なんとチョコレートいただきました。ありがとうございます。食べようぜ。こんなにいいんですか？ありがとう。ほら。次私作ろう。ミルク不使用の。これめっちゃ美味しかった。カカオ豆をそのまま。あの味わえるっていう。このラズベリーのやつめっちゃ気になってた。迷ったんだよね、これにしよう。食べよう。ハム食べる。柔らかい。よかった、よかった。よかった、よかった。うまい。ぜひ皆さん、インブルーへ。ぜひ、お越しください。名物店長もいます。さあ、ということで、3泊目のホテル到着いたしました。ということで、今回は3泊目にフェリスビラスイートさんということで、以前に宮古島来た時にこのフェリスビラスイートさんの別のところをご紹介させていただいたんですけども、もう1店舗の方にね、もう1店舗って言い方が合ってんのかな、もう1個のところにやってきましたので、早速行きますか。行こう。すごいね、マジすげえわ、やっぱ超すげえ。はい、どうぞ。ゆい様、失礼。ゆい様、お先どうぞ。こういうところで株上げていきます。
前回僕らがこのフェリースビラスイートさん泊まった時にびっくりしたことがありましたよね。じゃーん、うえーい、全部無料。この辺はちょっと買ってきたやつだけど、このこれね、これは違うよ、これは僕が買ってきたやつですけど、これとこれは全部無料、かつ足りなくなったら言ってくださいって言われました。すごすぎ。マジグループとかで来てこういうさビラタイプのホテル来たら酒何買うみたいになると思うんですけど、なんもいらん。手ぶらで来てもめっちゃ楽しめるぐらい、お酒の量もとんでもないほどあるんで、今日はマジで飲むわ。飲んでいいよ今日。飲むわ、ごめん。リビングの後ろに和室が広がり、こっちですよ、この廊下を歩いて行った先にじゃん、また廊下。あら、ゆいさんご紹介いただけるんですか。ここ、こちらベッドルーム、きれい。おお、お前そこで寝るの。まだ決めてないんだよ、どっちで寝るか。で、この裏にはクローゼットがありますね。で、ルームエアとかももちろん。お、A2 じゃん。おい、これ気になってんだよ、A2。足の匂いが取れるやつでしょ。これね、アナの航空機とかでも使われてる、匂いが全くなくなるっていう。で、奥には同じようなタイプの寝室がもう一個。二家族いても大丈夫です。そしてプライベートプール、まあお風呂です。こちらが一番奥の部屋が、はい。わーお、わーお、お風呂で、この扉開けると、はい、なーちゃんそこにいな、プールからの、この先、これね、ここの先の道があるんですけど、この先なんとビーチに繋がってるらしく、こっから海も行けちゃうらしい。ということで、都旅行最後のホテル楽しんでいきましょう。はい。サヨ決めるラベルに。あ、撮ってくれてんの。今撮りに行こうと思ってた。できる嫁じゃん。結婚してよかった。よかった。 BBQ もうちなみにお酒が入ってます。おい、うるさ。あー、うまー、オリオン、うまー。オリオンビールさん、仕事ください、お願いします。肉うまー、肉からのビールうまー。おはようございます。ということで、朝ごはんこちら、じゃじゃーん。南西の風さんっていう、上野ドイツ文化村っていうテーマパークのとこにあるパン屋さんでパンを買ってまいりました。リサがこちらのソーセージと、僕がですねキャレーパン買ってきました。キャレーパン、じゃーん。キャレーパンと、なんだっけ、ガバイパンみたいな、メロンパンでしょ、わかんない、忘れちゃったよ。なんかね、これ練乳とバターたっぷりみたいな書いてあって美味しそうだったので買ってきました。じゃあパン食べて海行きますか。うん、海楽しみ。来たぜ、海。ホテルの真ん前のワイワイビーチっていうところで、ここ4年前も1回泳いでるんですけど、運が良ければ亀に会えるらしいので、うん、早速行きたいと思いまーす。プリケットおばさん、プリケットおばさん、疲れたね、なんか。ということで、ホテルのチェックアウトの時間になりましたので、ちょっとね、最終日観光して、伊良部島の方から僕ら飛行機なんですけど、そっち周辺を観光して、カフェとか行って美味しいもの食べて帰りたいと思います。帰りたくない。ボウセオアイスクリーム、ネーム杉ゆいさん。すごいじゃん。アイスっていいよね、美味しそうだよね、全部ね。全部一口ずつ食べたくない、うん、スプーンで。わかる。いただきますか。さっきちょっと一口食べちゃったけど、めっちゃうまかったよ。初めて食べるこの味。想像通りって感じだよね。ラムネのラムネ味。うん、ただ今携帯持ってきて、うまっ。マジ映えスポじゃん、うん。てか、インスタでハッシュタグ宮古島って調べるともうめっちゃここ出てくる。あ、そうなの。
すごいスポットになってる。ここかわいいね、いちいちかわいいね。うわ、もう全部写真撮るスポットみたいになっとるね。はい、お昼ご飯食べに来ました。もずく麺うつばた。伊佐のお友達がおすすめしてくれた、なんかね、もずくが食べ放題らしい。そうね、生もずくが食べ放題できるお蕎麦屋さんらしくて、もずく麺っていうのも美味しいんだって。ということで行きたいと思います。来ました。めちゃめちゃ美味しそう。俺の大好きなもずく店もある。いただきます。うん、はい、うん、味つゆなし食べて美味しいよ。うん、うん、うまっ。もずく麺って聞いたことないもん。うん、これはいいわ。みよこ味わえてる。おいしい。さあ、ということでもずくそばを食べ、中ゆくい商店っていうサーターアンダギーの店、ゆりさんたちが初めてみやこに来た時に行ったお店に行ったんですけど、なんか大ブレイク中らしく、今30組ぐらいいた。で、全然並べなかったので、17エンドっていう下地空港のすぐ横にあるね、ちょっと綺麗な海のところに来たので、これを見て、まあ、僕らは給油してレンタカー返して帰りかな。やだ。やだと言われてももう終わりなんですよ、旅行。やだ。残念ながら。帰れたから。早速行こう。ほら、時間なくなっちゃうから早く海見に行こう。すごいね。もうでも、もうこの海ともお別れですね。お別れだ。さっきからさ、こう着陸する飛行機がね、見えてるんですけど、あの人たち今から宮古がいいなーっつって、ちょっと歩いて帰りますか。うん、来たぞー、また。いいなー。何してんだろうね、あの人。はい。ってことで車返しまして、マジで本当に終わり。空港のチェックインして今から羽田に向かいたいと思います。今度一回さ、帰りの航空券取らないでさ、もう嫌になるまでいるっていうやつやりたい。猫がね、猫ちゃんがね、マフとロイがあれだからできないんですけど、やりたいね。一緒に連れてこれたらいいんだけどね。旅の最後の一杯、はい、ということで帰りたいと思います。